ナンバーアンダーラインアイライブツアー2024のアイ仙台公演初日感動と興奮が止まらない岸くんのギター演奏に酔いしれた翔くんの言葉に涙が止まらない2024年10月3日仙台の積水ハイムスーパーアリーナで行われたナンバーアンダーラインアイのライブツアー2024のアイの初日は多くのファンにとって特別な一夜となりましたこのツアーは ファンの心に深く刻まれた数々の瞬間を提供し、まさに感動の渦に包まれたイベントとなりました。翔くん、岸くん、神宮寺くんの3人からなるナンバーアンダーライン愛は、その音楽の力で観客を魅了し、一体感を生み出しました。特に注目すべきは、今回のツアーで、ILY という曲が撮影可能とされたことです。翔くんが、家に帰ってからでも、疲れたときでも、 何回でもパワーを届けられるようにとファンに語った瞬間はまさに彼らの心に寄り添った瞬間でした日常の中で常にファンとつながりを保とうとする姿勢がファンに対する深い愛情を示していますこの心のこもった言葉に会場全体が温かさで包まれその瞬間を永遠に忘れられないものとしましたさらにツアー初日のステージ演出は観客を圧倒するものでした 特に印象的だったのは水を使った演出です水の動きが音楽とシンクロし幻想的な雰囲気を作り出すこの演出は昔からナンバーアンダーライン愛のファンに愛されてきましたそしてその美しい演出が誰のアイデアであったかファンの間で話題となりましたが何よりもそのビジュアルに心を奪われた人々は歓喜と感動であふれ返りましたまたこの夜のハイライトの一つとして メンンバーーそれぞれれぞのソロパフォーマンスが挙げられます3人の歌声は生で聞くと、スタジオ録音とはまた違った迫力を持ち、ペンライトの海に包まれたステージは、まさに壮観でした。ファン一人一人がペンライトを振り、色鮮やかな光でメンバーを応援する姿は、彼らのパフォーマンスを一層引き立てました。トロッコに乗ってステージからファンに手を振るメンバーの笑顔は、観客にとって大きな喜びとなりました。 その瞬間、会場全体が笑顔で満ち溢れ、ナンバーアンダーライン愛からの深い愛情を感じることができました。ファンクラブメンバーのために特別な演出が考えられていることもあり、ファンとの距離がさらに縮まった夜でした。このツアーでは、岸くんのソロパフォーマンスが特に話題になりました。岸くんはギターを手にし、自ら演奏しながら歌う姿が、ファンの心をつかみました。特に、 レシピという曲のパフォーマンスは、ギターとエレキギターを駆使しながら、スイッチを操作して音を重ねていく姿が非常に印象的でした。その繊細かつ大胆な演奏スタイルに、多くのファンが感動し、彼の音楽的才能を再認識しました。岸くんがステージ上で汗だくになりながらギターを演奏する姿は、まさにプロフェッショナルの極みでした。その姿を見て、ファンは彼の真摯な姿勢と努力に志れ、 一層彼を応援ししたたいといととう気持ちが強くなったことでしょうそしてその演奏に合わせて観客全体がクラップで応える瞬間はまるで会場全体が一つの楽器となり音楽を共有する特別な時間となりました一方でファンの間では ILI だけが撮影 OK というルールが大きな話題となりましたこれによりファンは何度でもその瞬間を振り返りライブの余韻を楽しむことができます 翔くんがこの撮影 OK について語った際の言葉、家に帰ってからでも何回でもパワーを届けられるようにという思いは、まさにファンとの強い絆を象徴しています。彼らの音楽が日常に寄り添い、いつでも心の支えとなることを意識しているこの姿勢は、ファンにとって非常に大きな意味を持っています。また、ナンバーアンダーライン愛のファンの中には、遠方からライブに参加した人も多く、 その一人一人が今回のツアーを心から楽しんだ様子が SNS 上で報告されました。例えば、あるファンは、初参戦でリセールで一人ぼっちだったけど、全然楽しめた、と感動を共有しており、他のファンもそれに共感して、次々と感想を投稿しています。このように、ファン同士が感動を共有し合い、一体感を持ってツアーを楽しむ様子は、まさにナンバーアンダーライン愛が生み出した特別なコミュニティと言えるでしょう。 さらに、岸くんが誕生日プレゼントとしてもらったセットアップを着て銀座に行ったというエピソードは、ファンにとって非常に可愛らしく、心温まるものでした。このような日常のエピソードが彼らの人間味を感じさせ、ファンとの距離感を縮める一因となっています。岸くんがギターに情熱を注ぎ、音楽と向き合う姿勢はもちろんですが、こうした何気ない日常の一コマもまた、彼の魅力の一部です。 ライブの合間に見せる笑顔やメンバー同士のやり取りもファンにとっては重要な要素です。特に翔くんが岸くんに誕生日だったじゃんと言って荷物を取ってあげるシーンはメンバー間の深い絆を感じさせるもので多くのファンがそのやり取りに心を温かくしました。このような瞬間がライブの大規模な演出やパフォーマンスだけでなくナンバーアンダーライン愛がファンから愛される理由の一つなのです。また 翔くん君のストリーズで見せた n u m b e r アンダーバー i の特別な発音はファンの間で母性本能をくすぐる要素として話題になりました。このような何気ない言動がファンの心を捉えさらに彼らに対する愛情を深めることになります。特にファンがその言葉を共有し感動を語り合う様子はまさにファンコミュニティの強さと結束力を感じさせます。 ナンバーアンダーライン愛の音楽だけでなく、彼らのキャラクターや人柄も、ファンにとって大きな魅力です。ツアーの合間に見せる笑顔や、ファンに対する感謝の気持ちを忘れずに表現する姿勢は、彼らの人間性を感じさせ、ファンとの絆を一層深めています。そして、こうした日々の積み重ねが、ツアー初日から終盤にかけての期待をさらに高める要素となっています。ツアー初日は、 その全体を通じてファンにとって特別な一日となり、ナンバーアンダーライン愛の音楽と共に過ごす時間がどれほど大切かを再確認する瞬間でもありました。彼らの音楽、パフォーマンス、そしてファンへの愛情が詰まったツアーは、これからの公演に向けてさらに期待が高まります。ファンが次にどのような感動を得られるか、そしてナンバーアンダーライン愛がどのような驚きや喜びを届けてくれるか、楽しみが尽きることはありません。 ツアーはまだ始まったばかりですが、この先の公演でさらに進化し、ブラッシュアップされていくことは間違いありません。初日の感動を超える瞬間が待ち受けているでしょう。ファンにとって、このツアーは単なる音楽の祭典ではなく、ナンバーアンダーライン愛と共に成長し、共感し、感動を分かち合う時間です。ナンバーアンダーライン愛のライブツアー2024の愛は、 初日からファンに大きな期待を抱かせましたが、このツアーの持つ意味は単に音楽的な体験だけにとどまりません。彼らにとってこのツアーは、ファンとの絆を再確認し、音楽の力で新たなショーを開く場でもあります。ファン一人一人が、彼らの音楽を通して日常に力をもらい、ツアー中のパフォーマンスを通じて彼らとのつながりを再確認しているのです。彼らの音楽は、ただ聴くだけのものではなく、 体験そのものもです観客はライブを通して楽曲の世界観に深く入り込むことができ特にツアーのテーマが反映されたパフォーマンスや演出はその体験をより一層強化しています水を使った演出や光の使い方は視覚的なインパクトを与えるだけでなく音楽とシンクロして感情を引き出す重要な要素となっています観客は音楽だけでなくそのビジュアルに圧倒され 感感情の起伏を共に体感しますツアーが進むにつれ、ファンは毎回異なる体験を得ることが期待されています。初日からすでに多くの驚きと感動がありましたが、ツアーの各公演ごとに新たな演出やパフォーマンスが加わる可能性があります。彼らは常にファンを喜ばせるために新しいアイデアを取り入れ、進化し続けるパフォーマンスを提供することで知られています。そのため、 ファンは次の公演にどのような新しい要素が加わるのか期待に胸を膨らませています。さらに、ナンバーアンダーライン愛のメンバー同士の関係性もツアーを通して強調されています。彼らがステージ上で見せる自然なやりとりやツアーの合間に垣間見える友情はファンにとって大きな魅力の一つです。彼らが互いに支え合い、共に成長していく姿はファンにとっても励みとなり、 そのの絆をを感感じる瞬間が多くの人々に感動を与えています。また、ファンとの直接的な交流も、このツアーの大きな要素です。トロッコで観客席に近づき、ファン一人一人に手を振ったり、微笑んだりする瞬間は、ライブという大規模なイベントの中でも、個々のファンとのつながりを感じさせるものです。こうした瞬間が、ファンにとって忘れられない思い出となり、 ナンバーアンダーライン愛の音楽以上に大切な絆を築き上げていくのです。また、ナンバーアンダーライン愛のファン層は幅広く、若者だけでなく、様々な年代の人々が彼らの音楽に共感しています。それは、彼らの音楽が時代を超えて心に響く普遍的なテーマを扱っているからです。愛、友情、成長、そして日々の困難に打ち勝つ力など、彼らの楽曲には多くのメッセージが込められており、 それが多くのの人々の心に共鳴していますファンはそのメッセージをライブという場で直接感じ取り、心に深く刻んでいます。このツアーの成功は、彼らがこれまで築き上げてきたキャリアの集大成とも言えるでしょう。ファンとの信頼関係が長年にわたり深まってきた結果、今回のような大規模なツアーが実現しました。そして、このツアーを通じてさらに多くのファンがナンバーアンダーライン愛の音楽に触れ、 彼らととの絆を深めてていいくことが期待されていますツアーは始まったばかりですが、初日から見せたパフォーマンスとファンとの絆は、この先のツアー全体を通しても続くことでしょう。ファンが共に時間を過ごし、音楽と共に感動を分かち合うことで、このツアーは単なるライブイベントを超え、人生の一部となるような特別な体験を提供しています。そして、その一夜一夜が、 ファンとナンバーアンダーライン愛の間に新たな思い出を刻み続けていくのです。ツアーが終わる頃には、ファンもナンバーアンダーライン愛もそれぞれに成長し、新たな道へと進んでいく準備が整っていることでしょう。彼らの音楽は、これからも多くの人々に力を与え、日常の中で支えとなり続けます。そして、その音楽を通じて、彼らとファンとのつながりは、これからも途切れることなく続いていくのです。 このツアーがその象徴となり、未来へと続く大きなステップになることは間違いありません。ファンは今後も彼らの音楽を聴きながら、その成長とともに歩んでいくことでしょう。